哈，大家好，我是秀。最近呢，因为我拍一些就是文化差异的影片嘛，然后我发现呢，其实会有蛮多人在我下面留言说，哎，日本人讲话是不是都很表面啊？日本真的是表面大国这一类的这种留言。那其实呢，不是要说日本这样子不好，因为日本人呢不想让自己成为搞砸气氛的人，所以会尽可能的在当下呢，不要去伤害到对方。我身边确实有很多日本朋友会为了表面的和谐，在行动或是发言之前会先考虑周围的人的想法，然后再去判断自己应该怎么做。那今天呢，我就要来测试日本人到底会为了表面的和谐演到什么程度呢？其实今天呢，我约了一群日本朋友来我们家，就是开一个算是新年会的派对。在这个派对里面呢，我们会煮火锅啊之类，然后在派对的最后呢，我会跟他们说，就是想要请他们品尝台湾的干拌面。那我今天呢，就是要用这两个面大师的干拌面来做我们今天的整人小帮手。我为什么会选择他当我的整人小帮手呢？是因为这个面它是真的很好吃，我自己已经就是回购好几次了。周围的人吃到正常的面一定会说好吃，所以呢，我会在其中的一碗面里面加入大量的砂糖，然后就是看旁边的人说好吃的时候呢，其中一个被整的对象到底会不会说出好吃这个词。这款面大师干拌面跟其他干面不同地方呢，是它除了是由型男主厨吴秉辰师傅研发指导之外呢，还有非常丰富的配料。那面大师的特色呢，就是看得到、吃得到的美味，特别的面体、独特的酱料，达到超有料美味。独门加料搭配上特别面体，才是绝配好吃的干拌面。三分钟，我们好吃的面大师干拌面就完成喽。只要有心，人人都可以成为吴秉辰师傅。今天重点当然除了面大师之外呢，还有就是我一开始有提到我要整我的好朋友嘛。那现在呢，前面呢有两盘美味的面大师，这个呢是老麻辣干溜面的部分。然后这个呢是樱花虾葱油干拌面的部分，我接下来呢会对这个动手脚，因为通常日本人都比较不敢吃辣，那这个比较不辣的，他们就是90%一定会说好吃，因为这个是真的很好吃。那我会把它分成四等份，其中一个呢加入大量的砂糖。OK， 那现在就等他们来，然后进行整人计划。置くとこがないな。そこ。え、これ辛くない方。辛くない方。まず辛くない方から。すごい。桜エビ。おお。桜エビ。静岡名産桜エビ。ああ。これはどういう感じ？素直な感想でいいの？はい。美味しくなかったらどうするの？美味しくないでいい。美味しくないですか？いいな、それで。いいよ。已经就是做好这个樱花虾干拌面，我现在就请他们先来试试看看，看看他们觉得我们台湾的干拌面好不好吃。じゃあお願いします。はい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 。これあったら買うね。ああ、ありがとうございます。めっちゃはい。お願いします。いただきます。はい。あ、でも、美味しい。おお。タコラーメンの香りする。おお。これも同じじゃん。これ日本で絶対買う。おお。売れる売れる。売れる。美味しい。じゃあいただきます。お前のが一番多いんじゃない？いや、一番食べるんだけど。めっちゃ。おお。いい食べっぷりだ。おお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 。違って、はい、
甘くてなんか美味しい。確かに甘い甘い。甘くて美味しいな。甘いのがすごい。不思議な感じ。うん、甘すぎないんですか。甘すぎない。ちょうどいい。ちょうどいい。はい。じゃあお願いします。美味しい。麺が、うん、太すぎず細すぎず。おお。美味しい。はい。素敵なチョコレート。ありがとうございます。実はこれはドッキリ。なんだなんだ。実はそんな美味しくないとか。あ、ない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 。思ったこと。何がドッキリ？甘い。甘い。甘い。そう、たくさん砂糖が入ってたので。この感想は普通だけど。あ、そういうことだっけ？やっぱりうまいなと思った。あの4つくらいもうこういう海外の味なんだと思ってやっぱり変と思いました。日本と違うなって思った。そうでも確かにあの台湾特に南の方だったらちょっと甘いつけなので確かにそういう勘違いするんですよね。日本人本当に優しいでしたっていう。でも本当に美味しかったんですよ。美味しかった、美味しかった。甘かったわ。そう、もう一個ありますけど、ちょっと辛い。食べる。普通です。また甘いじゃないの。普通です。今度めっちゃ辛いかも。また麺が違う。そうですね、ちょっと太い麺で、もう信用できない。大丈夫、これみんな同じ麺を食べる。みんな同じ。はい。なのでさっきのわざとあのちょっとずつ分けるよ。なるほど。すいません、ちょっと先に。はい。残しときなかった。どれぐらい甘いか知ってほしかった。中華っぽい匂いがする。うん、甘い。甘甘くない。辛い。何、マラマラマラ。うん。なんかほらこれから台湾人信用できない。台湾大好きなんだけどな。めっちゃ好きなんだよな。これ買って、結構辛い。辛い。辛い。麺がでもこれ面白い。うん。日本にはない麺ですか。ない、ない。辛い。いただきます。確かにこの麺は多分あの屋台とかを真似してる。うん。めちゃめちゃ美味しい。みんな辛いのが苦手です。苦手じゃないですけど、辛いですね。マーラーの辛さって結構日本人からすると独特。本当だ。後からしびれるのか。そう、しびれる。はいはいはい。おー、こうだ。おー、わかった。わかった。わかった。辛そう。うん。辛い。辛い。辛いか。私も食べてみます。辛い。甘かった。いや、辛くない。辛くない。多分カクさんも食べてみたら。確かにちょっと下がスペレった感じがありますけど、辛いではない。辛くない。そう。最後のちょっと辛いの。辛い。そんな感じです。以上、ちょっと。日本人はもしその周りの人が美味しいって言ったらまついてあのはっきり言えるかどうかの検証でした。もし本当にまつかったらまついて素直って言います。撮影じゃなかったらいいな。那我们今天的影片就到这边啦。如果喜欢今天的影片，别忘记帮我们下面按个赞。阿里阿里啦。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。